皆さんこんにちは、チョコンです。ということで今回もいいところで2023情報を紹介していきます。さあフェーズ10、フェーズ10、間もなく終了ということで人数調査のお時間です。今回のフェーズ10は、まあ、期間としてはいつも通りだったんですけど、やっぱり今回はスキルトレーナー、まあ、スキトレですよね。まあ、最大リビーチまで達成するとスキル10枚がね、必ずゲットできているというユーザーウィンウィンの報酬になって、やり込む方増えると思うんですけど、果たしてどうなるんでしょうか。まあ、各ディビジョン帯、特に、スキルアイテムが増えるディビジョン帯、まあ、ディビ2、ディビ3とか、まあ、そういう境目の範囲とかも、気になる部分ではあります。その辺含めて、ディビジョン帯どれぐらい人数が減ったのか増えたのか、確認していきたいと思います。さあ今回の最下位の方確認していきましょう。なんとブルーロックマンじゃないっぽいです。まさかの。まあ一応ね、いつものようにフェーズが終了する2日前の22時10時に今回も集計したんですけど、今回の最下位の方はこの動画多分見てますね。ジャマイカの人です。まあ日本人でしょうけど、ただね残念ながらメッセージ拒否だったんで、おめでとうメッセージね送れなかったです。確実にね、この動画も見ていることでしょう。よかったらコメントください。配信もやられてましたね。今回最下位なんと1962ということで、結構見ている方わかると思うんですけど、なんか少ないです。さあこのベース1962をベースに考えて見ていきたいと思います。さあ今回そちらチェックしていきたいと思います。ディビーチ人数を割合で計算するとこのように各ディビジョンの人数がだいたい見えてくるっていう話です。今回の総人口274万人ということで、前回のフェーズ9から 22.7 万人も減りましたね。リーグにインしてないからなのかどうかわかりませんけど、結構やっている方は減っていっているっていうことですね。ワールドカップピークで、まあ、そこからだんだんと減り続けているっていうことが言えそうです。まあこの時期ならではっていうか、毎年恒例って感じはします。さあ、各ディビジョンどうなっているのか確認していきましょう。今回はディビ1、ディビ3、ディビ4、ディビ10の方が、まあ、割合的には減ったよということで、まあ、スキル追加が、まあ、10枚手に入るっていうことはディビ1めっちゃ増えるんじゃないかなと思ったんですけど、割合はそうでもないし、なんなら人数は過去最低水準みたいな感じですね。特にワールドカップ後過去最低の人数です。本当 e フットボール2022の本当初期の初期の e フットボールリーグのディビ1人数みたいな、ほんとそんな感じですね。結構厳しい。ディビンの割合は 0.6% と、まあ、ここ最近ずっと変わってないんですよね。実はディビ2ずっと同じぐらい。今回ディビ2とディビ3で、まあ、スキルが1枚のね、差はあったので、まあ、とりあえず上げるところまで頑張ったっていう方は、とりあえずディビ2を目指したみたいな、そういう方はいるのかもしれないですね。そしてディビ3、ディビ4は割合が減った箇所になります。ディビ3、ディビ4、スキルが1枚ずつ違うんですけど、まあ、ディビ5からは2枚になっちゃうので、まあ、その辺を目指して頑張ったっていう方はある程度いたのかなって感じです。そしてディビ5からは割合が増えていきます。まあ、わずか 1% なんですけど、特にディビ7ですかね。今回割合が 0.2%、唯一ここだけ、かなり増えてるんですけど、まあ、ディビ8はスキル1枚で、ディビ7はスキル2枚なので、そこが結構大きかったんじゃないかなという、まあ、ここ検討している方が多いようですね。今回ディビ9が圧倒的にまた増えてしまいました。一度減ったんですけどね前回、まあ、ヨーロッパのシーズンもなかなか佳境を迎えて終わりを迎えながらみたいな時はやっぱりやる人数はね、相変わらず減っていくみたいなことなんでしょうか。また溜まっていっているというような形になりました。ということで、まあ、スキル効果はめちゃくちゃ絶大なのかと思ったら、まあ、今いる既存のねユーザーはめっちゃやってると思うんですけど、そんなに全体に響き渡ってないというか、まあ、そもそも昔やってた人はスキトレぐらいではリーグやらないんだなって感じが正直しちゃいます。もし e フットボールリーグにもっと人数をみたいなこと考えるのであれば、やっぱり試合数関わるマッチパスとか、または報酬にコインつけるとか、まあ、そのようなことをすればみたいなことなんですかね。スキルではそんなになびかなかったっていう結果が出ました。ただね、まあ、同じ数値ぐらい人数ぐらいっていうのは分かるんですけど、 DP1 の人数がこんなに減るかねと思ってちょっと気になってますね。フェーズ10割となんか仕様が変わったっぽく感じた部分もあったんですけど、結構それに慣れてくると、まあ割と勝利はね私は重ねられたんですけど、それに慣れるまでは、ちょっと苦しかったかなっていうこのフェーズでした。まあ今後ね、どうなっていくのか、まあ、スキル効果もうちょっとねスキル上乗せしたら効果的なのか、人数の減り方増え方
その辺どうなっていくのか、フェーズ次11なんですかね、次のフェーズも、その辺楽しみにしたいのと、スキトレね、ぜひまた確保しましょう。ということで、このようにフェーズ人数調査毎フェーズやっております。今後もね、作品変わったりするので、まあ、どうしていくかまだ未定なんですけど、要望があればね、引き続き人数調査はやっていく予定です。ぜひチャンネル登録と高評価、あとはコメントですね、ぜひ感想お待ちしております。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。